池部三山から1912年2月28日は、明治期の日本のジャーナリスト。本名は吉太郎、字は、人道、意味川しげと、別号に、鉄ロ論、無事案主人、木星など、日本のジャーナリストの先駆けと言われる。日後国熊本生まれ、父池部吉十郎、母よきの長男として生まれる。父吉十郎は、 熊本藩士として秀出た武人であり、西南戦争の時、熊本大を率いて、西郷高森軍に参加するが、敗戦時に処刑されるという悲運に見舞われた。吉太郎が14歳の時であり、これからつぶさに新参を舐め、そのために老成重工の風格を調じるようになった。慶應義塾に学んだが、中退して佐賀県の役人となる。大阪朝日新聞。 東京朝日新聞の主筆を歴任。朝日新聞流星の礎を築いた一人。公明世大で高い指揮権の言論は、政治や思想、文芸など多方面に影響を与えた。リック・カツ徳富祖宝と共に、明治の三大記者とも称された。双葉邸氏名や夏目漱石を入社させ、教文網といわれる作家の長編小説を新聞連載に尽力した。 父が準じた最後を思わせる巨漢で、東京朝日新聞時代の部下だった、石川拓木に、大いなる彼の体が、憎かりき、その前に行きて、物を言う時と歌に読まれた。宮間は暖かい人柄で知られ、漱石をはじめ多くの人に慕われた。また、明治政府首脳と、たびたび面会し、ロシアとの海戦を唱える、主戦論破でもあった。日露戦争回戦後は、 挙国一致を紙面で訴えて政府に惜しみなく協力した。しかし、ポーツマス条約の講和内容に憤慨し、一転して明治政府を非難する記事を掲載したために、政府によって新聞の長期発刊停止処分を受ける。このような彼の持論は、朝日新聞の編集方針となり、同社の近代化に大きな貢献を果たした。池部吉太郎に関するカテゴリー。 ありがとうございます。